きさんはい、法務委員会で初めてあの質疑をさせていただきます。まずあの冒頭、あの日頃です、ね、地元の人たちからたびたび聞かされてたことの中で、あの大臣も所信で触れていたことがいくつかありましたので、えっと、それについて質問させていただければと思います。 えっとまずあのオウム真理教についての研究がありました、私の,あの地元にも関連団体の拠点が現在もございます、それであの事件が起きたのがもう24年前ということで、今の学生にとってもまあ地下鉄サリン事件はじめ、自分たちが生まれる前に起きた事件であるということでございます。だだんだんと まあ重要な問題として認識している人たちが減ってきてしまっているという中で、まあ、この地元の世田谷では、かなりの数の地元の方々が、あの自主的に拠点を監視したりですとか、抗議デモを行ったり、あと勉強会をホールで開催したりですとかあのしております、もうずっと20年以上やっております。で私もももそういったものにに一緒に活動も ししてまいりましたで地元の人たちは、まあ、危機感を持っているんですが、まあ、どんどん年数がたってきているという中で、今、法務省、改めてです、ね、これらの問題にどう対応していくのか、あのお聞かせをいただければと思います、はい、法務大臣、えー。委員がご地元で、えーえー 住民のの皆様意意見をを聞きなながらご活動なさっていいいることとに敬意を表したいと思います25年前のあの事件は、私どもにとっては本当に忘れられない事件でございましたが、現在はですね、若い皆さんにとっては、生まれる前の事件だということもしっかり受け止めてまいりたいと思います。 えー、法務省としてはです、ね、当該団体に対して、公安調査庁において、監、えー、察処分を厳正かつ厳格に実施することにより、地域住民の不安感の解消と、公共の安全の確保に努めているものと承知をしておりますはい、えー、落合さんあの、まあ、厳正、厳格にということでございますので、 まあ、ぜひ、あ法務行政のトップとしてもです、ねえー、ぜひあの関心を持ってあの見ていただければと思います、えー、それからもう一点です、ねあの保護士、再犯防止のところで保護司のことにも触れていらっしゃいました、えー、保護司の人員が、まあ、あの私の地元でもなかなかなり手がいないと。 という声は本当に多くあの受けているんですがあの、全国的なものも調べてみたところ、全国的にもやはりずっと減ってきていると、でこれぐらい,いた方がいいという定員の全国平均でも、やはり1割ぐらいはあの減ってしまっているあの、割ってしまっているというような状況でございます。でこれは、まあ、あの大変意義のある 役割を各地域の皆様が担ってくださっているわけですけれども、やはりあの日本社会全体の傾向として、そもそもあの共働きも増えてますし、それから自営業者の方々も減ってますし、まあ、そういった中で地域で、の役の役割もそうですけど、地域で動ける人がだんだんと減ってきて、同じ人ばっかりが地域の顔役を、 いろいろな役をやるようになってしまっていると、でそれにプラスして、そもそも地域に対してあの住民が希薄に、地域に対する関心が希薄になってしまっている、で、えー、いろ,いろ保護士の方々の対象も見てみますと、まあ、犯罪自体がまあ複雑になってきているということで、これはあの、まあ、負担がどん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 重くなってですね、 かなりこの制度、を限界に来ているという感もあるんですが、大臣、いかがお考えでしょうかはい森大臣はい委員のご指摘は、私も今まで地元を歩いて、保護者の皆様方のお話を伺う中で、同じ共通の問題意識を持ってまいりました。 保護司の皆様は再犯防止や安全安心な地域を築くために、確くことのできない存在でありまして、大変重要な役割になっていらっしゃるんですが、しかしながら、なり手確保、保護司のなり手確保は困難となってきておりまして、将来に向かって保護司を安定的に確保していくことが重要な課題であると認識しております。 えー、なぜその保護士のなり手、確保が困難化しているかというその要因としては、委員からもご指摘がございましたように、まあ、人間関係の希薄化に伴って、個人的な人脈による適任者の確保が困難化している、困難化しているということでありますとか、保護観察対象者の抱える問題が複雑、多様化し、処遇そのものが困難化している。 または自宅で保護観察対象者と面接することによって、同居家族の理解が得られないなどというご指摘もございます。そこで法務省においては、保護士活動の拠点として、厚生保護サポートセンターを設置し、地域の関係機関等の関係者を構成員とする保護士候補者検討協議会を設置するなどの取り組みを進めております。特に 厚生保護サポートセンターについては、本年度において、すべての保護司会886か所に設置することとしております。さらに地方公共団体の職員や、職員 OB のほか、経済団体、宗教団体、修業団体などに保護司に適当な方を紹介してくださるよう、働きかけているところでございます。 今後ともこれらの施策を着実に実施することにより、保護者の安定的確保に向けた取り組みを推進してまいりたいと思いますはい落合さん。えーまあ、あの私も保護者の方々に詳しく聞いてみると、あのびっくりしたのが、保護者ってあの、まあ、日本では伝統的に、えー、自宅にその対象者を招いて、自宅で、 定期的にヒアリングをするとでこれはあの国際的に見るとあの、ないことで、海外のそういう専門家が聞くと、え、自宅に呼んでるのっていうふうにびっくりするようなことだそうなんですが、まあ、それは日本が、まあ、なんていうんですか、温かくあの自宅に招き入れることで包み込むというような形で、まあ、それなりに歴史的には意義があったのだとは思います。 しかしこれ、もう生活も変わってきてますので、数十年前と社会とか、われわれの感覚も変わってきているという中で、えー、だんだんこういう保護士の仕事の内容も、お保護士不足、新たななり手不足につながっているのかなというふうに思います。で大臣、あの今、厚生保護サポートセンターについて言及がされました。 これはの自宅に招かないで、そこのセンターに呼んで、ヒアリングを行ったりとかできるようにしますという施設だということで,で、これ、もうすぐで全部の地区にあのできるようになりますというふうなことを進めていますということでございます。こここれれ普通にに考えていくくとと今までは自宅に招くことが当たたり前だったのを こ国厚生保護サポートセンターでのおーヒアリングが、まあ、原則的にはこっちの方がメインになっていくのかなというふうに思うんですけれども、大臣、これについてはいかがですかね。はい、森大臣。ご指摘のとおりでございまして。えー 個性保護サポートセンターは、自宅で保護観察対象者と面接することについて、同居家族の理解が得られないなどの場合に、面接場所として利用されております。一方、保護観察対象者に家庭的な雰囲気を味わってもらうなどの理由から、自宅で面接をすることに意義があると感じている保護士もおられるなど、保護士の間でもさまざまな意見がございます。 今後とも保護士の方々のさまざまな意見に耳を傾けつつ、全保護区に設置される厚生保護サポートセンターを効果的に運用する上で、必要な支援をしてまいりたいと思いますはい落合さん、まあ、ぜひ、この保護士という仕組みは絶対に必要な仕組みで、しかもこれからも永続的に続かせていかなければなりませんので、このセンターについても、 おーまあ、力を入れていただければと思います、でそれからもう一つ、えー、保護者の方々からヒアリングをして、まあ、あの思ったのがです、ね、あのまあ、これ、基本的にはボランティアで成り立っているということなんですよね、でまあ、あの身分は非常勤の公務員ということで、えーっとまあ、交通費ですとか、実費は。 出ていいるととうここなんですがこのボランティアというものを、まあ、保護士だけではなくて、ほ、まあ、他にもいろいろな地域の役というのはあるわけですけれども、まあ、それがボランティアで成り立たせるということもだんだんと難しくなってきたのかなというふうにも私は今回、改めていろいろな方々に話を聞いて思いました。そそももも政府としても なるべく全員の方が70歳まで働くようにしましょうということを、働き方改革ですとか、全世代型社会保障で言い始めているわけですし、あと家庭にいる女性もまあ働,くように働けるようにしましょうと、それからまあ健康な方は75歳まであの年金もあのもらわないで働けるようにしましょうというようなことも推奨している中で、 えまあ要は、お給料をもらって働く人の割合というのがどん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 増えているわけですね、その中で、ボランティアというものを柱として、こういったまあ保護士だけではなくて、いろいろな地域の重要な役割が成り立ってきて、数十年来ていると、これもまあ分岐点を迎えるところなのかなと、あの縮小するならいいんですけれども。 維持していくためには分岐点を迎えていくところだな,なのかなというふうに思うんですが、大臣、率直にこの点については、いかがお考えでしょうか森法務大臣。保護士の減少ということについて、あの貴重なご意見を賜りましたけれども、お尋ねの点については、 事務方とも相談しつつ、現場の皆様のご意見に耳を傾けて、どのような対応ができるか考えてまいりたいと思います落合貴之君、はいえー。ぜひ、あの改めて、ここも私もいろいろなヒアリングを重ねてですね、あの改めて大臣にもお伺いをできればと思いますので、これ、今、保護司をやってる方々って、本当にどの地区もそうでしょうけれども、あの人格もあって、 世の中のためにという精神もあってしかも一人一人の相手に対するこのやり取りもですね大変立派な方々が自主的に受けていると本当にあの大きな役割を担っていると思いますこれがこういう方々がいるからこそ やはり社会が、我々の社会が成り立っているわけですので、ぜひ重要な問題ですので、注視をしていただければと思います。これは改めてまたあの、えー、取り上げさせていただきます。それではあの外国人労働者の問題、主にです、ね、あの経済への影響について、えー、伺えればと思います。 あの入管法が昨年の秋、改正がされました、私、のそのとき1年前、ちょうどあの経済産業委員会で筆頭理事を務めさせていただいてまして、まあ、経済産業分野にもかなり影響があるということで、えー、できれば連合審査をお願いしたいとお願いしてたんですが、残念ながら、時間がないというような形で,です、ね、あの連合審査は叶いませんでした。<coughs> でまず確認なんですけれども、これ、入管法改正して5年間でまあ34万人目標に外国人材を入れるということで、のでまあこれだけの人数の方々が入ってくるわけですから、まあ、働く職場の環境、それから生活の環境、これ、大きくです、ね、あの我々日本人にとっても大きな影響を与えるものと思います。でこれ関係する 行政機関、基礎自治体もそうですし、中央官庁もかなり多岐にわたっているわけですけれども、この、この件でいう、まあ、全体の総合調整機能、まあ、司令塔の役割、これはあの法務大臣が担うということで、まあ、前の法務大臣もそういう答弁もされてましたけれども、そういうことでよろしいですね。森法務大臣 昨年7月の閣議決定、外国人の受け入れ環境の整備に関する業務の基本方針について。 により法務省は外国人の受け入れ環境整備に関する企画および立案、ならびに総合調整を行うこととされましたので、委員のご指摘のとおりの役割を担うことになりました。この決定に基づき、昨年12月、官房長官と法務大臣が共同議長として主催する外国人材の受け入れ強制に関する関係閣僚会議により、関係省庁と調整の上 126の施策を盛り込んだ外国人材の受け入れ、強制に関する総合的対応策を決定し、さらに本年6月には、その内容を充実させるための充実策を取りまとめました。法務省においては強制施策のののの課題の把握のため国民の声を聞く会 を開催し関係省庁とともに全国知事会等の幅広い関係者から継続的に意見を聴取するなどしながらこの総合的対応策および充実策に掲げられた施策の推進に向け関係省庁と協力して対応をしているところであります法務省については引き続き法務省においては引き続きこの政策の総合調整を行うための司令的機能を果たすべく 関係省庁と連携して、外国人との共生社会の実現に向けた受け入れ環境整備に万全を期してまいりたいと思います落合貴之君。私もあの、まあ、総合的な対応策について、あのいろいろなあの書類も見させていただきました、かなり多岐にわたってますので、まあ、個別にはあの改めてあの重要だと思うところは取り上げさせていただければと思いますが。 ちょっとあのま,まず、マクロにあの経済への影響、日本経済への影響について、えー、質問をさせていただければと思います。これはあの、まあ、そもそも外国人材の話は抜きにしても、えー、アベノミクスというのはあの、賃金上昇が思ったよりも上昇してこないという、賃金のところが、 まあ問題なんだということは、たびたび指摘をされてきました、でそれはまあ予算委員会等でもやってますので、大臣もあのご認識をされていると思います、でそれをですね、昨年の初め、働き方改革ですとか、そういうことが始まったときに、私もテレビでその賃金の問題について指摘をさせていただきました。 でそのときにです、ね、CM 中にある安倍内閣の応援団の一人であるエコノミストの方が、あのそーっと寄ってきてあの、話してくれまして、これ、もう労働力不足っていうのは決定的なので、単純にマクロで計算すると、来年の2019年の中頃あたりから、もう賃金っていうのは反転して、もう上昇し続けるんだというようなことを、 まあ教えてくれたわけですしかし、それから数ヶ月して、秋になって入管法が改正されて、で今年上昇すると、その人が予測をしていた今年から、外国人材がまあどんどん入り始めてきているということです。で、そ、まあ、らく同じようなことを主張していたエコノミスト、それから経済学者、たくさんいるだろうなと思って、あの調べてみたらです、ね、かなりたくさん、 これ外国人材を高度人材だけではなく、ああそうじゃないところまで拡大すれば、日本人の賃金の上昇圧力というのは弱まると、賃金の情報硬直性というのが起きるということは、多くの経済学者が指摘をしていて、しかも大手の民間のシンクタンクも資産も、 出ししていましたでこれ、外国人労働者、安価な、まあ、外国人労働者を入れすぎると、まあ、その入れた分野で働く同じ仕事をしている日本人の賃金は、まあ、上がりづらくなる、これは、まあ、あの普通に考えてもそうだと思うんですけれども、その分野の日本人の賃金の情報硬直性が生まれる、これは大臣も、まあ、そうだろうなと。 いうふうふに考えているということで、よろしいですね森法務大臣。特定技能外国人の受け入れは、生産性の向上や国内人材の確保を尽くしてもなお、外国人材の受け入れが必要となる人手不足が深刻な分野に限って、受け入れを行うものであります。 その分野の決定にあたっては、分野所管省庁から人手不足の困難、要因等について、可能な限り客観的なデータ等の提出を求め、それらを踏まえ、厚生労働省等と慎重に協議し、判断したところであります。また、今回の受け入れ制度では、以下のような厳格な管理を実施することとしております。受受入入れれ機関に対し受け入れる外国人 人材に日本人と同等額以上の報酬を支払うことを求めること、これらの外国人材を雇い入れる際に際し、同様の業務に従事する他の労働者を非自発的に離職させていないことを求めること、これらについて当局が確実に状況を把握し、受け入れ期間が基準に違反した場合には、一定期間受け入れができなくなる措置を取ること。 加えて、受け入れ分野を所管する分野所管省庁は、人手不足状況を継続的に把握し、生産性の向上や国内人材確保の取り組みの状況、人手不足の状況を適切に判断することとしております。その上で、分野所管省庁の庁の要請に応じ、法務大臣が受け入れの停止措置を取ることとしております。 したがって、人材不足が解消されたと認められるにもかかわらず、外国人材が国内労働市場に流入し続け、労働力の需給バランスを大きく崩すような事態になることは、制度上、考えられないと考えております。このように、本制度は賃金等の労働条件を含め、日本人の雇用に影響を与えにくい制度設計となっているものと承知しております。 落合貴之君、まあ、そういう制度を作っていますというご答弁をされるということは、そういう制度がなければ、日本人の賃金が、まあ、下手すると下がってきいってしまうということは、ご認識をされているんだと思います、でやはりあのここの部分でしっかりとタガをはめることができるのかということは、重要な日本経済にとって大きな問題だと思います。 やはり総合調整機能、一番の最終的な責任者はあの大臣に、法務大臣にあるわけですので、ここはしっかりと見ていただければと思います。今の答弁書でも、ですねあのこれをやれば大きく崩れることはないとおっしゃってますけれども、わざわざ大きく崩れることはないと言ってるわけで、小さく崩れる可能性のあるリスクっていうのはですね、 ともういろんなところにあることはおそらく分かってるからその役人の方が大きく崩れることはないというふうにおっしゃったんだと思いますまあ、そもそも例えば日本人と同等額以上の賃金をやりますというのですもですねもし外国人材を入れなければ来年何パーセント上がって再来年何パーセント上がってたりにもかかわらず同等額の賃金に 設定されることで上昇上賃金の上昇率は下がってしまう、こういう可能性はかなり大きいわけでございます、あと、それから業界ごとに何人受け入れるってやってるわけですけれども、これ、生産性の向上の試算ですとか、それも自分たちでやってるわけですから、経営者としては、設備投資するよりも安価な人を雇った方が、 あのいいというふうな考え方も多くあるわけですから、これ、業界ごとにです、ね、言ってもらって積み上げて、全部で34万人っていう計算の仕方は、大変危険があると思います。ここは今の現行のです、ね、仕組み以上に厳しくやっていかなければ、全体としてアベノミクスは賃金が弱いと言われているのに、その弱いところを強くさせない。 ような政策を目玉としてやっているんだということをしっかり認識をした方がいいと思います。これ、人手不足というのは、そもそも機械化して生産性向上したりですとか、IT 化とか賃金アップとか、そもそも非正規雇用が多すぎて、正規雇用になりたい人がまだいるという中でも、大きな日本経済が分厚い中間層を取り戻すための、 大きなチャンスででったと思うんですねそれをまた大きなチャンス、よく変わるチャンスを逃してしまっている部分もありますので、ここはご認識をいただければと思います。ちなみにですね、今回34万人入れますけれども、えー、内閣府ですね、出しているあの子ども若者白書によると、若年の無業者は29万人います。 それから今年からやろうとしている35歳から44歳を、就職氷河期と世代としてえ対策をやるって言ってますけれども、これ、就職したいのにできない人が40万人いて、非正規雇用だけども、正規雇用に本当はなりたいんだという人も50万人いるわけですね。あと障障害害者者雇雇用用もなかなかかににおける雇用が進ままずにですね水増しまで 民間もしてきたというようよなこともありましたこれはあの、34万人入れる前に、ほかにもやるべきことが、しかも優先した方がいいんじゃないかなという部分もあるということを踏まえた上で、ぜひ、この入管法のまあ細かい部分を決めていってもらいたいですし、症例ですとかで変えるべきところがあるんであれば、 これは厳しくくやっていいべきだと思いますこの件について、雇用の件、賃金の件について、もっと厳しくやるべきであるということについて、大臣、いかがでしょうかはい大臣外国人労働者の受け入れの前提としては、まずは生産性の向上や、あご指摘の。お 障害者の皆様や就職氷河期世代の皆様を含め、国内の潜在的な労働力の活用を図ることが重要であるということは、政府としても認識をし、取り組みを行ってきているところでございます。人手不足と目的、人手不足対策を目的として施行された特定技能制度。 でございますが生産性向上や国内人材確保の取り組みを行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野に限り外国人材を受け入れる仕組みとなっておりますまたは、えー、報酬額が日本人と同等以上であることを求めるなど日本人の雇用や労働条件の影響にも十分配慮した制度でなっている ことも先ほどご説明したとおりでございますしまた地方出入国在留管理局等における個々の外国人の審査においても役職や職務内容等が同程度の日本人労働者の報酬と比較するなどの運用を行ってきております法務省としては引き続き特定技能制度の適切な運用に努めてまいりたいと思いますはい内谷さんあのまずは生産性向上 というふうにおっしゃってますが、生産性が上がってないから、いろいろ安倍内閣もやってるわけです、で例えばです、ね、これ、21世紀に入って、IT っていうのがまあかなり主力になって、生産性向上に寄与しているわけですけれども、日本だけが30年間、バブルの頃から、IT の年間の投資額はほとんど増えていない。 インターネットができる時代の前と比べても増えていない、で2025年に日本の設備、えー、IT 設備の6割がもう使えなくなってしまうというような壁まで、2025年の壁と言われているところまで来ているわけです、これ、そういった政策も全然やってこなかったのに、生産性向上が追いつかないから、外国人労働者を入れますと。これ この経済全体にとっては大変マイナスのことが行われてきている、これ、総合的に見なきゃいけないわけなんですけれども、それを総合的に見るのを法務大臣が任されているということも、私はこれでいいのかなとも思うわけですけれども、これ、労働者の数を外国から増やしていくということは、日本経済に大変影響を与えていて、しかも法務省の作っている、 答弁は実態に私は合っていないと思いますので、そこは指摘をさせていただいて、ちょっと改めてですね、えっと、取り上げさせていただきたいと思います。えーえー、っとじゃあ、ですねちょっと入管法のところ、準備してた半分ぐらいしかできてないんですけれども、えっと、会社法について、きょうの内閣府政務官にいらしていただいてますので、えっと、最後、触れたいと思います。これ会社法まだあの新しい 今国会で予定されている改正については、あのー、まだ趣旨説明もされてませんので、まあ、現行法を取り巻く問題について伺えればと思います。これはあの、会社の在り方について規定をしているのが、まあ、会社法ですので、経済にも大きな影響を、ま、マクロ経済にも大きな影響を与えていると思います。で今あの経済政策として まあ何をしなきゃいけないのかなということを考えることで、会社法の改正は何をするべきかということにもつながっていくと思いますので、日あの政務官にはえっとお伺いしたいのが、安倍政権で先ほど申し上げたように、いろいろいい数字も出てますけれども、一番問題の賃金、所得のところは上昇率が遅いと。 だから、他の数字が上がってるよりも、所得の上昇率が低ければ、実質賃金はどんどん下がっていくと、それが今、問題なわけです、でそういった中で、実質賃金が下がってるのに、まあ、保険ですとか、そういうのの,おあの引いていく分は、えー、っとどんどん増やしましたので、可処分所得は年々さらに減ってしまっていると、実質可処分所得はさらに減ってしまっていると。 だから消費が増えずに、経済が自律的な上昇していかないと、そういう中で、その弱い消費にも、また消費税増税ということを行っていて、まあ、これ、どん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 問題の家計がまあ傷んでいく政策を、残念ながらタイミング悪くことごとくしているという状況なわけでございます。でで最近特に2年前ぐららいからですね あの国民総所得を上げますですとか、国民総所得はどんどん上がっていますというような答弁が入ってるんですが、これ、国民総所得って国民の所得みたく捉えること、こなんか感じてしまうんですが、国民総所得って、企業の所得も入っているわけで、あの昔の国内総生産とあんまり変わらないわけですよね。でこれ国民総所得の中で まあ中長期で見ると、家計、特に90年代と比べると、家計の部分、国民総所得全体における家計の部分の割合は、残念ながらあの長期トレンドとして下がってきてしまっているという認識は持っているということで、よろしいですね、はい、内閣府神田大臣政務官。お答えします。 海外からの所得も含めたです、ね、我が国居住者が受け,受け取ります、所得の総額を表します名目、国民総所得、これに対します、えー、家計が受け取る所得のシェアの推移ということで見ますと、1994年度は72.5%であったものがですね、その後は、 委員ご承知のように、長期的にやや低下傾向で推移をしておりまして、直近の2017年度は62%となっておるところでございますはい、えー、落合さん。はい、えー、と改めてあの、もう時間なのであの、部下の方からレクを受けられればと思うので、どういう計算でやってきたか、で私の計算でも、 かなりずっっと下がってますあのリーマンショックとかで企業収益が減ったときだけ、その分分母が減るので、割合は増えるんですけれども、長期で見ればずっと下がっていると、でその中で今回、会社法の改正があるわけですけれども、これ、もう時間なのであれですけれども、財務省が法人企業統計、数字を出しています。 えー、20年で限定で見ても、90年代後半から今の間で、設備投資もほぼ上がっていない、賃金は残念ながらちょっと下がっている、こういったで役員報酬は1.3倍ぐらいですかね、の中で、配当金はこの20年で6.2倍に増えているわけです、これ、労働者が働いたその利益がですね、 うまく経済のために使われていない、これがこの日本経済の、まあ、よくならない原因であると、この中で、会社法の在り方、どう変えるべきなのかというところが重要なところだと思いますので、これを改めて取り上げさせていただきます。本日はありがとうございました次に,次に初